どうも皆さん、こんばんにちは。うっぷぬしの五十嵐大輝です。どんなもんなのだ。さまざまな曲を聴いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。こんな素敵な曲を自身で作れるなんて、やっぱり声優さんはすごいのだ。まあでも作曲してる声優さんそんなに多くはないんだけどね。そうなの？はい、てなわけで今回の動画はここまでですの前に。なになに？急にどうしたのだ？実はですね、ナオボーですね、一回だけですね、他のですね、声優アーティストさんにですね、楽曲提供したことがあるんですよ、実は。で、さらにですね、ナオボー過去にですね、作詞だけをですね、やったことございまして。声優アーティストさん恐るべし、なのだ。今回はですね、ナオボーがですね、他アーティストさんですね、他っていうのが、これ。大丈夫なのだ。他のアーティストさんにですね、楽曲提供した曲と、自身が作詞だけをやった曲をですね、紹介して終わりたいと思います。それではですね、まあ、一応、挨拶しておきますか。てなわけで、ここまでのご視聴、ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。遅くなりましたが、ナオボー、サードアルバム発売おめでとうございまーす。それにしても言うの遅いのだ。あと、ナオボーライブツアー感想おめでとうなのだ。今年も街に降り積もる。ねえ、本当は言いたいことがたくさんあったの。何度目かの冬の日々と冷たい鈍色の空、胸の温か腕の中の君はここにはもうないけれど、どこにいても何をしてても溢れるほどの祝福を小さく願うけど、白いため息が街明かりに滲んでく。Make it